こんにちは、山田です。このチャンネルはですね、キャリアコンサルタントで空道という空道をやっております昭和40年男がですね、キャリアや武道の話をしていきます。面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。今日はですね、フリーランスの、好みに来ていただいております。はい、はい、お願いします。好みでいいんですね。好みはおいくつですか？31になります。そうなんですよね、まあ、本当に若手のフリーランスなんですけど、フリーランスとして、まあ、お金とそれから健康ですよね、もう合わせてこうサポートしていくみたいなことをしていると、うん、そうですね、ね、はい、いうところなんですが、それはまたなぜね、そんなことをこうフリーランスとしてやっていこうっていうのもなんですかね。もともとは、うん、会社員で、うんうん、結構ハードワーク系の会社員を私してまして、うんうんうん、営業会社に入って、うんうんうん、全然ダメダメな営業マンやったんですけど、はいはい、そこから、まあ、周りの方のおかげもあって、うんうん、営業成績1位を取って、社員とかでさせ、ね、ていただいたんですね。けど、うんうん、それの、その、まあ、ね、功績は取れたんですけど、うんうんうん、じゃあその後ろに何が残ったかっていうと、うんうん、私の場合は、まあ、まずお金は一切残らなかったっていうところと、うん、あとは、うん、その場合も体調を崩してしまって、入院してやっぱりもう明日入院しないと死ぬぞみたいなところまで行ったんですよね。一番やっぱり親を悲しませてしまったっていうのがやっぱりあったんで、自分のそういう経験から何かを頑張るっていうことはすごい素敵やし、自分の中ではすごく大切な思い出だったんですけど、それに後悔はないんですけど、その時にやっぱり健康っていうところと、あとお金っていうところを誰かが守ってくれ、サポートしてくれる人がいたら今も違ったよなって、すごい自分の経験で思うので、まあ、それをやっぱりできる人になりたいっていうのがあって、チャレンジする人を応援したいなっていうところから、それをサポートするようになりました。そうか、自分の経験がやっぱあったってことですか。そうですね、うん、その時にね、営業で1位になった時に、なんでお金っていうのが残ってなかったんですか。すごい好きな会社ですし、うんうんうん、すごい中の方も素敵な方ばっかしやったんですけど、うんうんうん、やっぱりね、忙しいから、うん、お金の使い方すごいざるになっちゃうんですよね、うん、ちょっとした移動もしんどいからタクシー使うとか、はいはい、あとはもうストレス発散ですごいご飯食べたりとか外食行ったりとか、うんうん、あとお酒飲む方とかもやっぱりお酒散財しちゃうとかもそうですし、はいはい、コンビニで日用品は全部買ってたんで、スーパーなんて行けないんで忙しい、あ、忙しいから。そうしたらあれですか、当然、まあ、お金も使うし、まあ、ちょっと聞いてるだけでも体には良くなさそうだ、ね、そうなんですよね。営業1位ってすごいことだと思うんだけど、うん、その時に得たものとなくしたものみたいなもの、うん、両方あったんですか。まあ、両方そうですね、迎えるとかなり、まあ、健康を失った、お金は、ね、取り戻せると思うし、ちゃんと管理をしとけばだったりするんですけど、健康は、ね、取り戻すすごい大変なんで、うんうんうん、それはもう一番、まあ、後悔じゃないですけど、うんうんうん、やっぱり考えるべきやったなと思います。もしもその時の自分に今の自分みたいな人がいたら違ってたのにな、うんうんうん、あ、それは本当にそうですね。もし戻れたとしても多分、うんうん、自分でそれを全部やることは絶対無理ですね。営業をその1位を取るっていうぐらい、うん、やっぱりね、もう私なんか普通なんで、やっぱり数やらないととか時間やらないとなんで、うんうん、やりながらお金も管理してもらえないし、自分でしながら健康のことも考えながらってなると、うん、きっとブレーキになってしまって、うん、その成績は取れなかったと思うんで、うん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 、じゃあ過去に戻ってその時の自分をサポートしようと、うん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 、するとすれば何をします？わあ、何してあげるかな、うん、でもその健康っていうところは、うんうん、メンタルの健康もあるんですよね。だからその心の健康っていうところもそうですし、うんうんうん、もうちょっと自分のために何かこうやってあげるっていうのはすごく大事だと思うんですけど、うんうん、まあ、でもやっぱり食事っていうところを一番に、あとはもうちょっと休むようには言ってあげたいかな。お金は？お金はもうちゃんと、うん、ライフプランを立てて計画的に
貯めておく、うんうんうん、今多分今いくら使ってよくって将来のためにいくら置いとくべきかとか、うんうん、その目的すら分かってない、うんうん、ただ入ってきたものをなんとなく日々の主と不明に使っちゃうみたいな感じになって、はいはいはい、ちょっとプランを立てておけば、うんうん、計画を立てておけば簡単に貯まるのでよかったって、うんうん、それをちゃんと一緒に考えてあげたい。うん、当時は、うん、闇雲にアクセル踏んでたけど、うん、まあ、もし戻ってあげたらアクセルは踏んでいいけどちゃんと安全に踏む、うん、そう、そう、あ、それでめっちゃいい表現ですよ。アクセル全開やけど、うん、でももし事故った時でも、うん、最悪のセーフティーレイはちゃんと備えておけるであったりとか、うん、やっぱりちゃんとこう周りをじゃあそれこそ、まあ、真っすぐしか見れないんだったら私が後ろ見てあげる、うん、横見てあげるっていうことをやっぱやってあげれることが今やったらやっぱこう知識あったり人脈あったりとかでできるようになったんで、それをやっとこう若干の方にも提供ができるかなって感じですね。じゃあ今はそんな仕事をやってるとそうですね、はい、あ、じゃあちょっといろいろまだね、他にも聞いてみたいなというふうに思いますけれどもね、はい、お話しっかりしていただければなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。